い、タチウオをたくさん釣れたということで、もらってきました。本当にいいのかなっていうぐらい。うわ、何匹くれた ?1、2、3、4、5、6、7、8、9匹もおるよ。いいのかなっていうぐらい。ありがとうございます。じゃあ今からちょっと血抜きをしながらさばいていきたいと思います。外しかできないんだよね。なんだモップ入ってたか。あ、入ってけよ。さあ、あ、ほらまた跳ねちゃったよ。あ、いい感じで血が出るね。さあ、あ、もうお腹跳ねまくり。さあ、あ、こんだけ出れば大丈夫。やっぱ綺麗だね。あら、大失敗。身がいっぱいついちゃったね。難しいんだよな。あ、まあだいぶねさばき終えちゃったんですけど、これはね焼き用、ああ違う、焼き用にねさばいておきましょう。これもね血抜きしてやります。これを、あ、これ卵かな。卵でしょ。血抜きしてやると、これ感じがね、立てません。
食べないんですよ。で、まあ、焼き汚れだから半分切って食べやすい、後でね食べやすいように。この背びれを取っちゃいます。あ、うまいこといった。ちょっと残っちゃったかな、まあ、少しぐらいはいいでしょう。こうやってね、背びれを取っとけばね、あと食べるときに焼いて食べるときにね、楽なんです。よしっと、これで全部さばき終わりました。